デッドライジング3は、マイクロソフトより2014年9月4日に発売された Xbox One、Windows 用のアクションゲーム、通称、デッドラ3。2014年9月5日には Steam での配信が開始された。本作は、Xbox One のローンチの一つとして開発され、マイクロソフトが開発に協力し、全世界での販売を担当することとなった。したがって、 Xbox One および Windows 専用となった。これまでの Dead Rising シリーズ同様、様々なものを武器としてうまく使い分けることが重要だが、2のコンボシステムが改良され、すべてのコンボ武器は設計図を必要とするものの、コンボとなる対象が車両にも広がったほか、コンボ車両以外はその場で作成することが可能となった。 前作では壊れたコンボ武器は新たに材料を取りに行く必要があったが、今作ではこれらのアイテムは一度使うと、セーフゾーンのロッカーに登録され、壊れてもある程度ゾンビを倒せば復活する仕組みになっている。サイコパスとの戦いにも新システムが導入され、一定条件を満たすことで敵が無防備になり、その最中に接近。 特定のコマンドを入力することでヘッドロックをかけることができる。その後はボタン連打で連続攻撃が可能となる。またミッションで救った生存者に武器を渡して同行させることも可能である。チャック親子がフォーチュンシティを脱出した10年後の未来でもアメリカはゾンビと隣り合わせの生活が続いていた。ゾンブレックスは注射器での投与から技術の進歩によって GPS が搭載された専用の IC チップを感染者に埋め込む形に差し替わり始めていた。感染者はチップを介して国家が指定する要注意人物として24時間監視対象として指定されていた。感染者の一部はチップの埋め込みを拒み続けており、世論は彼らのことを違反者として見下す傾向が現れてもいた。3月23日、ロスペルディドスという町に ゾンビ感染者が報告された。アウトブレイクに至るまで数時間もかからず、街全体にゾンビがたむろするようになった。軍はロスペルディトスに対して空爆を観光するもゾンビを全滅させるには至らなかった。最初のゾンビ感染者発見から72時間後、街に取り残されていた生存者の一人、ニックラモスは脱出するためのルートを求めがいをまよっていた。 軍の空爆により脱出するルートが壊されていたことが分かり、セーフハウスに戻るところから物語は始まる。ニックはゾンブレックスとゾンブレックスチップを必要としない得意体質であった。町から脱出するため、ニックとその仲間たちの決死のサバイバルが始まる。サバイバルの最中、自身の首元に掘られた十二のタトゥーと孤児であった彼の出生の秘密を知ることとなる。 本シリーズのボスキャラクターの総称。アウトブレイクに巻き込まれ、正気を失った人間。アウトブレイクに便乗して悪事を働く犯罪者。立場の違いによる主人公の敵対者など、ニックの敵として立ち塞がるゾンビ化していない人間たち。実際にサイコパスであるかは関係なく、ボスキャラとして登場する人間すべてを、本シリーズではサイコパスと呼ぶ。 7つの滞在モチーフのサイコパスその他のサイコパスセーフハウスに登録される24人ミッションクリア後に仲間にならない生存者たちミッション中に敵対する生存者たちミリオンセールスタイトル一覧株式会社カップコン2019年9月27日閲覧 PC 版デッドライジングさんがスティームで9月5日にリリース決定国内からアクセス化 30fps 以上の動作も可能に。ゲームスパーク2014年9月22日閲覧。abcdprxbox1 のローンチタイトルデッドライジングさんが本日発売。より遊びやすく正当進化を遂げてゾンビだらけの楽園が帰ってきた。4gamer.net 2014年9月21日閲覧。 https://twitter.com/.ozakieijirro/.status/.518245241996861441 <ッ>ススありがとうございます。